高度経済成長の真っ只中、お茶の間を釘付けにした伝説のテレビ番組、てなもんや三度笠。面白い。やっぱり太閤記は面白いな。君か、これ秀吉やってる尾形健という役者は。もう悪いことせんか。絶対しません。俺がこんなに強いのも、あたり前田のクラッカー。視聴率 40% はあたり前田。最高視聴率はなんと 64.8%。 そんなお化け番組が50年ぶりに復活します。上野の山も今日限りか。これが伝説の舞台裏、てなもんや奮闘記前編です。日本テレビにサラリーマンとして入社いたしました。それが昭和38年。実はてなもんやが始まったのはですね、てなもんやが始まった次の年にまあ入社したわけでありますけど、だからてなもんや三度笠は1年前に昭和37年にスタートしたということになるわけでありますね。で、僕今実は現役でラジオの番組をさせてもらってるんでありますけど、先般ラジオの番組で皆さんの大阪物語というのを募りましたらですね、東京ローカルのラジオ番組なんでありますけど、圧倒的にてなもんや三度笠、これがもうリスナーの人からですね、本当どんどん寄せられまして、改めて今てなもんや三度笠はすごいなというふうに感じていましたんです。今日はその名場面、見どころ、裏話、これをたっぷりお伝えしてまいりたいと思います。ゲストをご紹介いたします。てなもんやの297話からレギュラーになられました、西川きよしさんと山本リンダさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二人はシリーズでご一緒だったんですよね。はい、3ヶ月間ね。3ヶ月間、はい、よかったですね。嬉しかったですよ。本当に嬉しかったです。困っちゃったが大ヒットいたしました。そうなんです。その後ですよね、はい、カモヘネギ作という役でね、ヤスさんと一緒にこう。リンダさんはですね、おこま姉さん、はい、おこまのこま困っちゃったから。困っちゃったきっとそれでこくまさんだったと。それそう、はい、思います。そっかご一緒させていただくことと寺門屋に出していただくことね。やっさんと本当にあの番組に出たら全国区ですから。あ、そうか、そういう他の番組全国に放送されないわけですよね。ほとんど関西はステータスですよね。はい、テレビ局ね。でも当時はまだ新人でらしたでしょ。大門を大新人です。そうですね、はい、リンダさんも新人。私もまだ、はい、デビューして、まだね、確か紅白に出る少し前だったと思います、はい、だから思えばそういった方たちが、はい、登竜門で出てきていきなりやっぱりその50% 近い視聴率の番組に出るわけですから、一気に全国から知られちゃったってことね。こっちがお金出してでもいいから出たかったのに。そうですよね。本当にかもしれませんが、はい、そしてこのてなもんや三度笠のディレクターであり伝説のテレビマンでございます、はい、澤田隆春さんでございます。どうぞ澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。西川さんも私も大変お世話になりまして、もう、ね、この方があれ知らなかったら僕ここへ今日座ってないです、はい、実は私も担当させてもらいましたズームイン屋さん、はい、その企画総監督が澤田さんでいらっしゃいましたですね。あの番組も長く続きましたね。続きましたね、はい、ズームイン朝でかなり貯めてからお辞めになったそれは噂で聞きましたけど花王名人劇場というこれまたテレビシーンに残るもう名番組がございます、はい、その企画演出プロデュース第1次お笑い部分、仕掛け人はまあ全て澤田さんでございますし、これはまさにブレイクの仕掛け。もう僕らは本当に、本当に、本当の意味で全国にしていただいたんですね、安月を。ではその澤田さんがお作りになりました伝説のお化け番組でございます、てなもんや三度笠、どういった番組だったのかをまず振り返ってみたいと思います。どうぞ。藤田誠さん演じるあんかけの時次郎、あだ名は馬、そして白木実さん演じる小坊主陳年が旅をする物語、行く先々で騒動が起こります。話す言葉は大阪なまり、これで見る気は、これで見る気は、真由美殿に合わす顔がない。寂しい。一緒の心の言葉を取らないで将来。
番組の収録は大阪 ABC ホールに客入れをし、お客さんの目の前で行っていました。こっちの正面、こっち、こっち、こっちの正面。あんまりうろうろさすなよ。待って待ってる、ずっとほらほら、あこに見えるやろ。 あの下の方に見えるのが長浜のわっちゃ。あ、そうか、そうか、長浜がずっと正面の上見える。上、上、あ、上な、あれが伊吹の山や。どうややろ、正面の山。ほらほらほら、お前ええ加減なこと言うな。お前何が正面伊吹の山やって、お前正面は客席やねんか。当時 VTR の編集機材はなく、生放送のように始めから終わりまで止めることなく収録なのに、派手な仕掛けの連続でした。これはもうびっくりしますね。これはあれですからね、皆さん生ですからね、実際にお客さんを入れて今のテラスさんっていうのは、これがちょっともう最初からテレビ屋としては驚くんじゃないですか。いかがですか、改めてご覧になりました。いやもう本当に、あのこう火薬の距離と出演者の距離、下手すれば怪我するわけですよね。さらに映画のようにカットが変わる立ち回り、もう一度言います、編集はなしです。ここで変わるんだ、里見さん。時には生歌でミュージカル、どんどん変わる、今日は金の明日は砂漠、変わらないのは長い顔。人気アイドルも出演。あれどうか、大物ゲストも続々登場。いや、すごい、すごかった。クレイジーキャッツも総出演。すごいな。数々のギャグが流行語に。そして極めつきは藤田誠さんのこれ。ありがとうございます。俺がこんなに強いの、当たり前田のクラッカー言われました。当時あれ、我々あれですよね、必ずこう、はい、それ当たり前田のクラッカーだ。麻雀ですよ。ちっちゃい子からおじいちゃんもおばあちゃんまでみんながね。あれはどうやって生まれたんですか。あれはね、辻堂で開けて、で、絡みの人が来て、そのかっこよく見せるために、一刀のもとに切り捨てるという、ことは、考えますよね。で決まって、どうしようかって言ってたら、辻堂を開けるのにギーって音を、実際に音しませんから、効果マン当時は生で音つけてたんです。生でつけてたんです。あの船のロガーみたいな、あれでギーって言われるとギーって音がするんです。それでそこにたまたま座ってた人がね、効果マンが、ダジャレが好きな人でね、それが二人前田のクラッカーってこう下に言い寄ったんですよ。それであ もらったっつってね。あ、そうですか。そっから来たんですか。そっから来た。それがもう全国で、そう いまだにそれ自慢してますけど、俺が考えたんだ。本当そう、本当の話です。それが一つの流行語になって、はい、あれ安清さんも全部もあれじゃないですか。僕らもまんちゃん、あれ関西の方がよくおっしゃるんですけども、今日もこうしてご飯が食べるのにもご先祖さんのおかげ、お父さんお母さんのおかげっていうことで、今日も感謝の気持ちって出やすさんとまんまんちゃんあんってこうしてた。関西の方には覚えてもらったんですけど、手なもんやり出していただいてから全国の方に覚えていただいて。そうでしょ。そうなんです。ありがとうございます。あれで僕ムチ打ちになったぐらいですから、ね。この寺門屋はですね、1962年から68年まで、思えばですね、東京オリンピックの前にスタートいたしまして、はい、メキシコオリンピックの年までつながるわけでございますけども、その頃のですね、ちょっと新聞のテレビ欄をご用意いたしましたので、ご覧いただければと思いますけど、こういう感じでございますね。だから6時から寺門屋サンドマサがスタートするでしょ。で6時半がシャボン玉掘りです、それで7時からまた TBS に戻りました、ウルトラQ。
佐原健二さん、ミスター平凡、はい、ね、あのだから今見ておりますとやっぱりあの子供から大人までですね、はい、やっぱり6時から寺門屋で釘付けになって、はい、あのいわゆるお家の近くね、うんうん、あのあの各路地なんかのところに、うんうん、いわゆる人がいなくなるんです、うん、6時からその6時半までは、うん、だからお家でみんな家族で食べながら、うん、夕飯食べながらとか、ね、いろいろお父さんがいっぱいやりながら全部寺門屋をご覧になってる、うん、テレビが娯楽の王様になっていった時代、その牽引役が寺門屋三度笠でした。しかし日曜日の夕方に視聴率を取るのは並大抵ではなかったといいます。日曜日の6時っていうのはね、ええ、まあ冬場はともかく夏場はどうしようもないじゃないですかね、ええ、家族揃ってデパート行ってましたから、当然デパートが遊び場でした。確かにそうですよ、そうでしょ、もうやたら混んでますよね、遊園地みたいになって上が ね、日曜日ってのはもうみんな買い物に行くんですよね、え、あの噴水効果とかね、そうそうそう、シャワー効果とかデパートかなり作戦を、お父さんタバコ吸って待ってるとかね、そういう感じでしたよ、で夕方になるとちょっと食べて帰ると、それが日常の娯楽だったんですね。そんな時代になんと寺門屋はですね、最高視聴率が 64.8%、 すごい、これはとてつもない記録でございます。スポーツ中継以外はちょっと考えられませんけれども、そうそう、本当に梅田の駅界隈がですね、です人通りが全く見えなくなったっていう、だここがすごいですよね、すごい、うん、6時にやっぱりキャッチしたっていうところ、だから6時をね、いい時間帯っていい時間帯じゃないって言うんですよ、そうなんですよ、やってる方はもう毎週地獄みたいなもん、クオリティ落とせないから、うん、もう 大変ですよ、それはもう無我夢中ですわ。さて寺門屋といえばカメラが細かく切り替わるのが特徴、公開コメディーとしては画期的で、それが迫力とスピード感を生んでいました。あれカメラは何台使ってらしたんですか。 3台、3台しかないですから、そうですよ、ね、中継車は3台しかない積んでもらえない、これ今あれですよ、多分最低7台は使ってると思うんだよね6、7台、すごいですよ、ね、あの寺門屋を撮ろうと思いましたらば7、8台は間違いなくいると思うんです、それを3台のキャメラでお駆使してやってるってことですね、はい、まあ、テレビをご覧の皆さんにお伝えしたいのは大変なことになって、ちょっとですね、超一流の技術マンとかみんなそういう人たちが揃ってたっていうことですよね、うん、っていうかみんながやっぱり心がないとやっぱりできないと思います、心一つにしないと、この3台のカメラを駆使するってことなんですね、うん、いかに大変かっていうことをちょっと知るために、はい、ちょっと VTR をご覧いただきましょう。番組のオープニング、俺がこんなに強えのもあたり名だのクラッカーだ、お釈迦さんでも気をつくめ、まこちゃんありがとう。決め台詞が決まるとイラストで番組タイトル、スタッフ、配役などが紹介されていきます。それが終わると地図の上を時次郎と陳年が歩いてその日の舞台となる場所へ、そして出演者が登場します。コンピューターグラフィックやですねアニメなんてのは簡単に作れない時代でありますから、今見たものは全てその3台のカメラで撮っていただくでございます、うん、じゃあ実際にですねどうやってやっていたのかっていうことをちょっとスタジオで再現したいなというふうに思うんでございますけど、はい、お力添えいただけますか。いやもうお力添えさせていただきますがすごかったですよ、あの頃のスタッフの皆さんは。本番5秒前4、3、2、1。俺がこんなに強いのも当たり前だのクラッカーということで、イラストが番組タイトルの画面が出てまいりました。スタッフや配役がこうして紹介されるわけでございますけれども、これは一体どういうふうに行われていたのか、イラストが描かれましたフリップをスタッフが石亀さんの前でこう引き抜いていたというこういう状況でございました。これびっくりしましたね。失敗するときはですよ、ね、時々人間のことですから。さあこの間になんとですねお堂のセット
お堂のセットがですね、ばらされるわけでございますけども、そうしますと藤田誠さんはこの間にまた移動するわけでございますね。スタンバイして、そうですね、これは全部あの会場に来られてる方は全部見えるわけでございますけども、これはテレビには映らないシーンでございます。イラストの画面が映っている間に藤田誠さんがこの間に次のお芝居のスタンバイをしていただけてあります。さあ、そしてイラストの最後は寺門屋のこの主題歌の紹介になるわけでございますけども、これが終わりますとどうなりますか。ちょいと弱い、今度は地図です。そしてその上をですね、あんかけの時次郎と陳年が動いていくわけで、どうして動かしてるんですかってよく質問されます。これは驚きました。これをちょっと種明かしいたしますとどういうことなんでございましょうかね。ガラスに絵を貼ってあるだけなんですけどね、それを動かしてるだけですよ。大きな板ガラスを、ガラスを動かしてアニメーションみたいに見えるんでしょう。はあ、本当に手作り感のあるテレビ感であります。全部人力でやってるわけですから。本当ですね。でもそれがなんと 64.8% の視聴率に結びつくわけでありますから、まあ、いかにスタッフ全員が一人一人お互いの持ち場で汗をかいていたかということがよくお分かりいただけるんではなかろうと思います。さあ、地図が終わります。音が聞こえてまいりました。さあ、山本リンダの歌い上げであります。ミニミニスカートが入ってきまして、さあ、山本リンダが歌い上げます。今日はロングスカートでありますけども、こんなような2人が出てまいりました。ミニミニデート、ミニミニデート、ミニミニスカートでデュワデュワ歩いてみたの、デュワデュワ白いブーツで弾む足取り、石川清志も動いております。あの人もこんにちは、素敵な素敵なあの人がよく似合うと言ったのよ。オープニングを撮るだけでも画面の裏は大騒ぎ。このあと番組終わりまでノンストップで出演者は芝居をし、スタッフは映像を失敗なく撮り続ける、まさに職人芸の極み、神業でした。やっと追いついた。お父さんは私は追いかけてきたんだ。追いつくことができて嬉しい。そんな状況を踏まえた上でですね、改めて寺門屋のちょっと立ち回り、これもかなりリアルですごい立ち回りでございます。ご覧いただきましょう。バラエティーとは思えません。ですね、まあ、今テレビをご覧の皆さん、編集とかね、はい、あのそういったようなもうことをよくご理解されてらっしゃると思うんでありますけども、もう編集したかのようなカットでありますよね。本当にカットがあり、はい、驚きます。もうこれはだから澤田さんがどういうふうにもう寝ずにカット割りしてるのかなっていうふうに思いますけどね。これまあ大体普通ね、コメディってね、60カットぐらいですかね、できるだけグループショットで見せるとかね、時々アップを見るって、僕は、その80カット100カットぐらい割ってましたからね。はやっぱりきちっと撮ってあげないとね、表情変わるとこなんか全部、そうですよ、ね、そうしてあげたかったから。ただ、あの中継者のカメラっていうか、中継者のカメラと中継者のカメラマンは野球とかゴルフのボールしか追ってませんから、ね、そうですね、そのタレントのアップ撮るってことがまずないわけですよ。あ、映画屋さんじゃないですか、映画さんじゃないから、その人たちとチームワーク作りながらやっていくっていうのはね、カット割りの数はできるだけ減らすんですよ。だから普通は、グループショットで見せて、まあそうですよね、でみんな面白いければいいわけ、そうですね、ただテレビってのはアップだから、ね、アップで撮ってあげないとダメじゃないですか、テレビアップの芸術だってよく言いますけど、ドラマだとねそれは当然なんだけど、公開コメディでアップ撮ってるコメディってほんと少ないですよ。残ってる映像を見てもね、ほんと少ないですね。僕ね、あの後藤達彦さんっていうあのプロ野球中継の名、プロデューサー、名ディレクターがいたんですけど、
この人がそのテレビの野球中継って最初2台のカメラでやっておりました、はい、3台のカメラを使う時に何どうやって使おうかと思った時にこの速いボールの投手はこういう顔だとこのすごいバッターはこういう顔だってことで3台目はアップで使ったことによって野球が俄然面白くなる、はあ、今の佐藤さんのお話伺っておりますとまさにそうですよね、うん、なんかやっぱアップで撮ることによって、はい、つまりその人のなんていうんですかね個性がより以上にいや、うん、出演者側はね、うん、アップで抜いていただけるタレントになりたいわけです、うん、そうですよねそれがなかなかないものね、もう一度申しますけどこれ編集なしつまり、はい、一発本番でございますからね間違ったらえらいことです大変ですよね、でなおかつですね、はい、立ち回りの要素に笑いが入ってくるという、はい、笑いの要素を入れるっていうのがこの寺門屋の一つの特徴だったんです。ものすごい緊張感あそうでしょうね、はい、出演者の方が、ね、真面目にやりながらセットも壊さないように、間違わないように、でも笑わせないといけないんですそうなんですよこれがやったらおかしかったそうなんですよね財津さん本当得しましたね山川さん山川さんいや面白いね面白い本当に皆さん繊細ですねこの立ち回りは佐田さん佐田さんが考えるんですか、まあ、もちろん立石の方がいや立石と一緒にやって作るんですから、ね、だからこっちがどん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 アイデア出して、だから勉強もしましたしね、だってただ手本があまりないんですよね立石の人は経験がないでしょうからねでででもうかっこよくしか つけませんから、ね、笑わせる必要ないわけですからそうですね立ち回りはね立ち回りは、そんな寺門屋の立ち稽古は本番前日の夜行われていました。出演者はそれぞれ別の仕事も抱えているため全員が揃うのは夜9時頃。そこから澤田さんが出演者に演技指導。翌日は朝が早いので11時30分には出演者を返したといいます。その頃澤田さんは僕いつ寝てるのかなと思ったんですよ。で、まあ、遅くまで稽古するわけでしょ、で僕らがみんな白木めのさん藤田真子さんがお帰りになった後今度は技術さんとカメラさんとかあのミキサーさんとか、そういう人と打ち合わせをして、それから帰るわけです、でお風呂に入って着替えだけして朝行ったらもう違うスーツで楽屋にいらっしゃるんですよ、いつ寝てたんですか車の中です車の中だけですよ、夜中までみんなスタッフの方がね一生懸命そんな出演者がこれ文句言う人なんか一人もいませんでしたね。藤田誠師匠がね、本番が終わってやっぱり緊張の連続でしょ、もうカメリアの時から、終わってカツラ取って化粧取ってこうしてるところへ澤田さんは少し芝居が違ったらここへあの鉛筆さして黄色いジャンパー、ABC って書いてあるの、台本持って来られるわけですよ。まこちゃんって言ってると怒るんですよ、あそこのとこあれだけリハーサルしたのに違うじゃないか、あそこって言ったらそこ化粧落としながらすみませんでしたっていうね、藤田さんが藤田さん、はあ、俺片もんでよく500円いただいてうどんとご飯食べてたあの師匠は澤田さんにこう、うわここは戦場だなって一握りの人しか有名になれないと、いい言葉ですね。画面の裏側で行われていた真剣勝負、それが日本中を笑いの渦に巻き込みました。そんな出演者の澤田さんのその若き情熱が詰まった寺門屋三度政、全309話の中からですねえりすぐりの傑作を実は8作品選ばせていただきまして、これを復活するわけでございます。これが楽しみでございます。テレビ史に残ります名番組でございますから、ぜひ、さらにあのこの番組の後編もございますんですね、そちらもご覧いただきたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。